こんにちは、パス側のフィットさん、白木山本大輔です。今日はですね、僕が以前やられたことがある技でホレンタという技があるんですけど、このホレンタって結構いい技なんですよね。でオモプラーターとホレンタをセットにして、こう無限ループでずっとこれだけでこうスパーリングをとか試合に使えることができるので、これを皆さんと一緒にシェアしていきましょう。まずホレンタに入る前に、まあ、オモプラーターの説明なんですが、クローズガードでこの場合、ホレンタを最初から狙う場合っていうのは、クロスグリップですね。こういう感じでクロスグリップで袋を入れましょう。で、こちらはズボンこうやってしっかり持ってください。で、結構パッツンパッツンで持てない場合は、一回足で引きつけて、余裕を持たせてから握って戻す。そうするとタイトに入れますね。そしたら一回足を開いて、こっちを引っ張りながら、この足を振りながら、十字を横に回った状態を作ります。でそしたらこの右足で脇の下をコントロールしながら先端でかけて、こっち方向にツイストかけます。こうやっても相手は何も動かないので、曲げてこっち方向に、要はこのオープラーターのゴールがこうなるようにこの上でかけた状態でツイストかけて伸ばします。で、この段階で起こり得ることっていうのは、これがセンターラインにあると、相手頭すぐ上げてくるんですよね、バーン。そうするとよくあります。なので、伸ばして完全に寝返り打った状態です。で、こうしたら、持ち上がらないんですよね。この段階でもう、左手のこの袋取りで持った手は、あまり用がありません。そしたら、この手をリリースして、このズボンを持った手で背中を一旦ここまで起きましょう。で、起きたら抱えるんですが、この時に大事なのはこの状態にいてもここが浮いてると相手頭がボンってあげてこうなってしまう。ですからまずやることは、ここで残った手でこうサポートをこうやってかけてもいいし、足だけでもいいので、まずこの肘のラインを床につけさせましょう。でそうすると頭上がらないですよね。でこのまま女の子座り。でこの時のポイントとしては、結構こうするとこう腕タイトじゃないですよね。なんで膝と膝をこうしっかり女の子座りして、こちらの手は脇下から肩で、この体を上げるとオモプラーターに決めることが。で仮に相手が前転してきても、これってこのままもう足持ちだったらスイープになりますよね。なんで、まあ決めに行って結果スイープ取れば OK ぐらいの感じで考えてもらってもいいかもしれません。もう一回いきますね。相手がこの位置からクロスグリップ、ズボン持って足を開いて1で必ず横に向きましょう。組んで横に、この時に手はこう関節に負担をかけるので、こういう感じですね。こっち側とこっち側で押し込むと頭に出ます。で、しっかり伸びて相手が起き上がらないようにセットしましょう。で、ある程度ここまで来たらもうこの右手っても不要ですよね。じゃあこちらで起こしていただいて、背中を抱いて、で、立てて、伸ばして女の子座りして、決めましょう。これがまず、オモプラーターですね。これがまず皆さん最初にやっていただきたいのがオモプラーター。そしてこのセットオモプラーターからあるのがホレッタですね。この状態から、ホレッタっていうのは、今オモプラーター行こうとしたら、相手が瞬間に頭上げてくるんですよ。すぐにこの左足側の膝の裏を、相手のこの後頭部に、こないようにしてください。こっから、このようにします。そしたらこの手はアップライドロスみたいなのでしっかり顎に引きつけるようにして、で肩で後転をして足を着地させましょう。着地させたらこの位置から座ると相手がかかとに降ってくるので、若干ずれながらお尻とこのかかとの距離感で座って返します。これがホレッタという技になります。で終わったら右手側の体側につけて逆毛先、もう一回いきます。この状態から
オモプラーター行こうとして起き上がってきたら頭かけて腰上げて着地して返すという動きなんです。必ずこの引き手側をしっかり引いて、いわゆるこの柔道でいうと膝つき背負いのような状態なので、相手をお尻で投げるようにしてください。でこの技の良い点っていうのは、ホレッタとオモプラーターがループします。なので例えばこの状態から行った時にもうこの持ち手で、完遂します。この持ち手で一回ぐるんと行ってまたホレッタ行こうとしたんだけど相手が投げれない、投げれなかったらもう一回中に頭抜きを前転して必ず脇側を押すようにして体を起こすとオモプラーターに戻ることができますよね。なんで実際の練習で考えた時にオモホレッタオモホレッタっていう感じでずっとループして結果どちらかで上を取るまたはフィニッシュにつなげるっていうことをするとかなりゲームはうまく進むことができます。じゃあホレッタのゴールはどこに設定したらいいかっていうと、まあ、回数だけでも良いんですが、柔術っていうのはバックで4点取ることがかなり最強のポジションになってきますね。じゃあ今のように相手をホレッタで返したとして、相手を返しました。そしたらこのままキープしながら右の膝裏を相手の脇の下にこうやって入れましょう。でこの上でこう正座しているような状態を作って左手しっかり持っておいてください。さあこちら残った右手側で頭抜きの前転しながら相手を起こします。例えばこういう状態になりますね。でこれ一見オモプラーターなんですが、相手がこの足が長座姿勢になっているのでちょっと決めづらいんですよね。骨格が入っている。そしたらまずこの場合は左足を振ってこの鼠径部に向けて、右足振って振ればテイクバックまでですね、ことができます。なのでフィニッシュの形としては相手は下になってきてこういう状態ですよね。こういう状態になってます。なるべくこの足が脇下から通ってしっかり持ってる状態、引っ張ってる状態。そしたらこちらの残った手でまた下を前転したら相手を落として鼠径部に一旦かけて左足で振る。でそうするとこうバック取りますよね。で場合によってはこの足ごとかけちゃったら一本にすると思ってなので、まあ、ここまで考えてみるとかなりゲームうまく進むかなと思います。以上が、オモプラータとホレッタの紹介になりますね。でこれはまあ、ホレッタが結構強力なのっていうことと、例えばスパーリングでこう何やっていいかわからないみたいな時にオモプラータとホレッタで2つあるだけで、でもうゲームに返り立ちます。で相手としてはちょっともうこれでもう対策に結構時間を使ってしまうので半分ハメ技に近いんですよね。なので、まあ、これをしっかり使ってまず覚えておいて、まあ、相手を返す。で最終的にこうフィニッシュまでつなげれるプランを考えてみるとかなりスパーリングもやりやすくなるので、よろしければ帰国の道場でお試しください。いつもこのチャンネルご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録、いいねもお願いします。ありがとうございました。